金曜日が、はい、これこの前の月曜日に来た京ダメを火曜日に下ろしたやんか。はい、うん、見てみる。まだ見てる。めっちゃ綺麗やん。綺麗ですね。うん、これ白京ダメやけど、はい、でこれを今からちょっと食べよう。あ、食べるんすか。うん、よっしゃ。うわ、贅沢マジで。このぐらい食べてみる。うわ、一人で食べる。うわ、贅沢よ。これは皮が美味しいっちゃけどね、本当はね。あ、言ってますもんね、でもいつも。皮が美味しい。京ザメは皮が美味しいって。うん。この料理で味わったのが。で、ここまだね、見て。はい。いろいろあるね。で、俺の一番おすすめはこのニンニクだし醤油やったけど。あ、うまそう。うん、もうこれ美味しいの分かってるから。うまそう。これですね。これ、この5つで今日は。そう。まだあんねんで。でもとりあえずあんまり数が多いから今回この5つ、はい、でどれが美味しいかやってみるわ。わあ、楽しみ。しかもちょうどいい。とりあえずまずね、このこれ庭園だし醤油、だし醤油なんよねこれと、だしポン醤油、だしポン、うん、でサラダ醤油で、これが煮魚醤油、これ煮魚作る時の醤油やねんけど、でこれ、ポン酢醤油、だしポンとポン酢って何か違うんやろか。まあ、とりあえず、うん。まあ、俺はね、ある程度味は知ってる。あ、そうなんですね。そう。だから、まあまあ、だから、お前がどう思うか、この味を食べてみて。うん、言っていいよ。うん。俺はどれが美味しいかっていうのを知ってるから、食べてもらって、はい、でもね、この魚に合う合わんっていうのがあるから、あ、その魚によって、ね、はい、一回ずつこう水で、あ、そういうことですね。うん、まずお前食べてみよう。このいただきます。ちょうだい。まずこの庭園からいこうか。庭園。うん。だし。うわ、油が。うん、なんか素材の味が分かるな、これは。そのまま、そのままって感じで、うん、なんかいい意味で濃くないっすね、うん、しつこくないっていうか、うん、これ、うん、素材がめっちゃ分かる、うん、だから味薄い人はめっちゃ好きかもしれん。あ、ですね、うん、ペロ、はい、はい、ですね。あんまり太いのよりちょっとわざとこれちっちゃめに切ってるからや、うん、ちっちゃいの食べた方がいいと思う。次これだしポン、だしポン、あ、ちょうどね、これかもしれない。あんま水でもちょっと薄いでや口自分、はい、うまいな。うまいっすね。うまいな。うまい。これうまいわ。何でも使えそうですね、これ。うん、何でも使える、これ。サラダとかかけても、うまそうですね。次、サラダ醤油。はい。うん。ちょっと水、ちょっと飲む。水、水、水、お前は。俺は振っとくから。うん。カルパッチョ。完全カルパッチョ。これ完全カルパッチョよ。カルパッチョですか。うん。でも言うたらもうカルパッチョになるからな。カルパッチョっぽいっすよね。うん、完全カルパッチョ。うまい、うまいよ。いや、でもうまいっす、うまいっす、うまいっす。でも、これで出した方が、なんか提供的には声出した方が面白いな。うんうんうん。やろう。いや、普通にどれもうまいっすけど。うん。次、煮魚。これは、なんか、どうかちょっと分からへんねんけど。さすがにこれで、目抜けた時これ。あー、はぁ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 。うん、あ、
パンチはない。あれって言えばありやけど。いや、僕これ結構スペシャル。あれって言えばありやけど、俺はパンチがない。もうちょっと待って、もう一回。ちょっと味が。もう一回。いや、僕結構好きかもしれないですね。うん。うん、あ、美味しいわ。なんか甘いから、宮崎の醤油っぽい感じもする。あー、うん、だからかもしれないですね。うん、僕一発目でも、なんかめっちゃ好きってなったんで。うん、宮崎っぽいよね、なんか。あー、確かに甘口の感じが。うん、九州の方は結構好きかもしれない、ね、かもしれないね。で次、これ、ポン酢。ポン酢醤油。ポン酢醤油。あ、これヒラメやわ。なんかもうヒラメになった。ヒラメになったよ。はい。完全になんか味がヒラメになった。うわー、でも。これ一番決めるの難しいな。難しいですね。だし、ポン酢。待って、待ってよ。あ、でもポン酢なんかうまい。次が、これが普通の醤油。普通の。あの、宮崎のな。いつもの。宮崎のいつもの醤油。宮崎のいつもの醤油は、うん、甘っ、めっちゃ甘い。あ、でもあのこれやって食べて思ったけど、これあの正直言って味こんだけバラバラあるやんか、はい、どれで食べてもまあまあ美味しいやんか、はい、この中で一番美味しいの探せって言ったら、まあまあその人の好みにもよるけど、これ結構勉強になるような。はい、なります、なります。俺これが結構いいかなって思ったけど、だしポン濃く感じますね、やっぱめっちゃ濃く感じるな。濃くっていうかこうなんか、わあ、うん、甘いなというか、うん、こう食べると。でもこれで食べたらヒラメなんよ。ヒラメ食うてみる。ポン酢の方がだしポン酢よりなんかちょっと酸味あるっすね、うん。これ完全にカルパッチョやな。これは、うん、完全にカルパッチョ。これはこれで美味しいね。美味しいです、美味しいです。これもこれで美味しいね。悪いのなんてないし、ね、ない。ただどっちかって言ったら一番味が薄いから、これをうん一番合わへんのはこれやわ。でもあ、そうですか、うん、一番最初に。あ、そっか、そうですね、あ、そっか、なんか味が分かれるやろ、ポンって、はい、ちょっと本当判別できる感じになりますね。あ、っていうコントやねんけど、まあ、次、まだあのちょうだい残しとくから、はい、次にもう一個別の種類をするわ。あ、了解です、うん、あんまりしすぎてもちょっと分かれへん、伝われへんと思うから。どれが一番好きでしょう。ああ、難しいな。もう一回煮だから食べさせて。もうなくなってもうたよ。魚によってでも順位変わるでしょうね、うん、うん、これかな、超ダメは。うん、でも、あり、これもあり、どれも捨てがたいですね、うん、結局これが、なんか食べやすかった。で、これになったらもうヒラメの味なん、うん、だからちょっとコリッと、これ歯ごたえ見たね、はい、まだ全然熟成されてないんやから、何日目、月火水木金、5日目ですねぐらいでも全然まだちょうだめ。これあのビクともしてないんやから、これ大きかったもんね、20キロぐらいのやつやから。はいはいはい、いいよ食べて。最後どれがいい。クワチと忘れられない。よく、あとはこいつつけたらどうしようと思ったわ。いや、なんか正直これ言った後、うん、なんかこれがちょっとこれが悪いとかいうわけじゃないですけど、うん、濃いやろ、濃いく感じますね、うん、こうやってでも楽しんだ、面白いな。面白いです、面白い。だからこれ提供の仕方で何種類か出してあげたら多分喜ぶはず、うん、
うまい。なんか、あの、大西さんに食べさせようと思ったけど、なくなってあ、ほんとよ。後で食べてね、期待だけさせて、大西さん今、そわそわしますよ。食ってしまったっていう。ということでした。美味しかったな。美味しかったっすね。勉強になるっすね。うん、勉強になるな。次はまた、あの、別のバージョンでいきます。はい。はい、ということです。